カルロ・ベルガミーニは、イタリア海軍が採用した、フレム計画のカルロ・ベルガミーニ級フリゲートの一番艦。同級の中では汎用型として建造される。艦名は、第二次世界大戦期に、戦艦、ローマと運命を共にしたカルロ・ベルガミーニ提督に、由来し、この名を受け継いだ、イタリアの艦艇としては二代目にあたる。カルロ・ベルガミーニは、 フィンカンティエリ社のリバトリゴソ造船所で2008年2月4日に、帰港し2011年7月16日に、浸水2013年5月29日に収益する。浸水式では、国防参謀総長ビアージョ・アブラテ大将と、海軍参謀総長ブルーノ・ブランチ・フォルテ大将が隣席の下で挙行され、命名は、ベルガミーに提督の孫であるマリーア・ベルガミーに、 ロエディレルよって行われ、ラスペツヤに母校を置くこととなる。2013年5月29日の収益以来、第30海軍グループに属し、同年11月には母校ラスペツヤを出港し、空母、カブール、哨戒艦、コマンダンテ・ボルシーニと共に、アフリカ大陸を一周する海軍キャンペーン、イタリアシステム運動をペルシア湾から実施。 約3万6千キロメートル20カ国を訪問した後、インド洋を経由し、アフリカ諸国を歴訪する。翌年2014年4月9日に終了し、149日の航海で21の港に寄港している。ありがとうございます。